Tokyo Mystery Night 80.0 FM Tokyo。皆さんこんばんは、伊藤聖子です。今宵もナウゲリラの時間がやってまいりました。これから1時間あなたの耳はあなたの肉体を離れ、全く知られざるナウでアンバランスな世界に入ってゆくのです。どうやら今夜もまたナウに飢えたゾンビたちが集まってきたようです。それじゃあそろそろ始めましょう。ナウゲリラ。数々のゾンビたちからハガキが来ております。
前略伊藤様、私名乗るほどのものではありませんが、あえて名乗らせていただきますと、先月ソープランドで副上司してしまった好き者の親父お化け、ツルパーゲツルリンです。そんな私ですが、慎んでリクエストいたします。曲は阿波踊り。しかしそんなバカな曲はかけられませんのです。皆さんにこのスイートな曲、レイ・グッドマン&ブラウン、インサイド・オブ・ユー、ギャまず最初の情報は松沢クレイチー情報コーナーなんですけども、もういっぱいネタがありまして、クレイチーズニューリリースチェックといった感じですが、まず最初は
相変わらず新しい雑誌が続々と投稿されておりますが、大宣伝をやっている割にはろくなもんがねえと。おーさて、そんな中で今日紹介する期間マージナルはほとんど宣伝をやっておりませんが、なかなかの力作雑誌であると。ハレとケで言えばですね、ケの民族学史とも言うべき内容でありまして、創刊号のテーマは日本の漂白民を追い続けたミスミカン、ミカミカンじゃないところがポイントですね。これは一読の価値ありということで、マージナルの創刊号についてということなんですが、クレイジさん、それではお願いいたします。はい、これはですね、はいはい、現代書館からもうちょっと前に出たんですが、うん、で前に紹介しようと思ったんですが、実はまだ読んでなくて、うん、この間読んだらこれ面白い、あ面白い、大学の時にね、僕このミスミカンの方をどの辺で高く何冊か買ってきたことがありまして、うん、この辺には非常に興味があるところでございまして、うん、でこれね、本当あこれはいいとこついてるなというのがありまして、うん、で朝倉教授さんが中心的に編集してるということで、なるほどと思った。なるほど、裏に朝倉教授さんがいるとでございます。で、はい、まあ具体的にはですね、まあ朝倉教授対、中上健二の対談だとか、月広行インタビューなんかも入っておりまして、うん、これはぜひお買い求めいただきたいなと。抑えてますね、都合をね。この頃本当に、創刊した雑誌はどうですか、前田君。もうここにデッツも全員、まあ雑誌関係にはですね、いろいろとあるんですけども、面白い雑誌ありました？ないですね。ないね。うん、なんででしょうね。なんででしょうね。どうくん、なんででしょう。なんででしょう。いや俺に言われても、僕も面白い雑誌があればいいなと思っていろいろね。雑誌買わへんよ俺全然。うん、この頃雑誌買わないな。デッツは買ってる？あんま買わない。買わないでね。編集部行った時に置いてあるでしょ。それをまあ見たりしてんだけど、やっぱないね。そのぐらいだよね。昔はね、創刊号だけは買ったりしたもんだから。そうそう、チェックは一応したもんだけどね。買う気もしなくなってきた、だんだん。そうだね。面白い雑誌があんまりないですね。あんまりないですね。ないですね、マージナルは、ね、真面目な本ですね。歌って真面目な本、ね、歌って真面目な人ですね。いや、これはね、クレイジャーさんは、まあ、まあそうでしょうね。真面目な人ですね。次のニューリリース、何でしょう。はい、深沢師匠ライブということで、全くもうね、この人もあの昔結構読んでました。高校とか中学の時、変な子供でしたから僕も。変ですね。で中学高校で深沢師匠読んでる人はあんまりいないと思いますけどね。で、まあ去年お亡くなりになりまして、はい、もうじき、一周期ということになりますが、はい、話の特集との付き合いが非常に強くて、で今回これ限定で出た本なんです。ちょっと高いんですけどね、5000円ということで。これライブっていうんだけど書籍なんでしょ。そうです。で、あの話の特集なんかで連載した文章だとか、あの一部あのもう単行本に入ってるものもあるんですが、まあ一応最後の本ということで、発言集みたいな感じなんですか。いろいろ入ってます。あの人生相談みたいなのがいろいろ入ってます。これはちょっと結構硬い本ですけども、面白そうだと、まあチェックということですね。ですね。まあただあの何もこの人に関する知識がない人が読むとちょっと戸惑うかもしれません。かもしれませんね。貧乏親父ってことで。でまあでも深澤志郎はまああの漂白の人っていうイメージありますからね。はい、そうですね。まあ無理やりなこじつけと思いなくもないですが、はい、さっきからの。はい。3つ目はディレクター物語。はい。私と押切慎一君と、はい、あの声の高い井出ですと3人で作った本です。あ、本じゃなかった。ゲームです。そうですよ。これパソコンゲームです、ね。そうです。新しい。7月に。出ますんで、これはアイドルをディレクターが育てていくというゲームなんですね。シューティングとかアクションとかああいうのでいくと何なんですか。音楽業界シミュレーションロールプレイングゲームとでも申しましょうか。これファミコンじゃできないの。できないんですよ。パソコン何。まずね、7月に出るのが、PC、が出まして、うん、その後にいくつかまたいろんな機種が出るようです。あ、なるほど。じゃあこのディレクター物語はなんとかですね、パソコン小僧はやってほしいと。そうですね。いいとこですね。今日入りますからね、やっぱり。ニューリリースセクターですね、たくさんだったのでちょっと時間がなくなってしまいましたね。はい、はい、真面目な方、松川クレイジでございました。はい、
お手紙を読みましょう。赤が大好き、赤なめです。伊藤さんの赤もなめたいなんてね。そこでリクエスト、水木しげるバンド妖怪音頭、港区赤なめさんからいただきました。その他油すましさん、一旦もめんさんからも多数のリクエストがありました。しかしそんなバカな曲は無視しました。今聴いているこの曲はアダム・アンズ・ヤンズ、キング・オブ・ザ・ワイルド・フロンティア。次の情報コーナーは、ビジュアルネタ2本ということで、ガンガン針が飛んでおりますけど、これは何か化け物のお仕業でしょうかね。やばいかな、今日変な構成しちゃったから。怖いよねちょっとね。まず前田君、最近のテレビドラマは面白くねえと、男女7人にしてもパパは何とかにしてもなんかピンとこないという方に朗報だと、昭和50年から51年まで放映されたあの証券の前略おふくろ様がビデオで登場。しかも1本につき2話ずつ入って全13巻26話、とりあえず3本が6月21日バップから、この後熱中時代などどんどん名作が出る予定と。要するにテレビがライブラリーみたいになっちゃったということで。そうです、はい、うん、で、1本に2話ずつ入って全13巻。そうだ、だから全部26話が全部出てるってこと。すごいよね、対策です。テネコクロってこのその26話分の後にもう一回26話ワンクールぐらいか2クールかあったよね、うん、あった。あっちの方が面白くなかったよ。あの坂口涼子とか出てかすみちゃんが出てくるやつは。かすみちゃんはどっちも出てくる。かすみちゃんどっち、あ、海ちゃん、海ちゃんもどっちも出てくる。海ちゃんも桃井香織がやってたんですよ。おいおいおい。後の方は、うん、あのおかみさんがさ、あ、八千草変わるんだよ。ほんで木之内みどるが結び、木之内みどるじゃなくて木之内みどるじゃなくて木之内みどる誰だって。東京商品の娘出てくるっていうね。あっち面白くなかった。
かったよ俺は。あの、うん、最初は面白かったよ。あの北林谷のおかみさんの時とか。ああ、それでそれが。そうそうそう。あの、おいおいおい、二人とも。おいおい、ちょ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 、頑張れよそれ。で、その前略おふくろ様に続いて、熱中時代みたいなものも、ライブラリーみたいにして、今度ビデオでガン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 出てくる時代になる。日本のテレビドラマ特選っていうシリーズで、なんか出すらしい。これ、日テレのシミキンさんって言われる人のシリーズだね、あー、コメディで。あの、ほら、傷だらけの選手が出てないけど。あれは再放送多かったから再放送でもみんなあれはさあれで撮っちゃってさビデオはね俺撮っちゃった俺も持ってるそうだよやっぱり撮ったよね何と違うじゃない何と違うねだからそれが問題になってるじゃない傷だらけの天使うんあでも有名な人撮ってもねそうそうそうでも普通のビデオのシリーズよりさ例えば V とか言ってわけのわかんない SF をさ何十本ぐらいで出すよりもこういうのだったら絶対借りてみるよね俺は見るやろこの、ね、この頃ねこの頃のドラマがまたなんか針飛ばなかった今嘘今日やばいのかな怖いよ怖い、ね、変な映像出しちゃってるからこれはいくらぐらい出るんですか一本うんデジタルビデオで買えるでしょ買えるでしょ料金を言わないっていうすごい作戦いやでもこれは借りるね借りますでしょ、うん、暇な時は、うん、いい企画だと思いますねあ俺もそう思うね俺もそう思う寺内カンタロウとか出してほしいかなと寺内カンタロウもしてほしいね、うんで次がデッツの、はいビジュアル情報は何ですか？ハワイ帰り、ハワイ帰りの。この間ほら一月ぐらい前にカンちゃんがあの言ってたあのデニス・ホッパー監督のカラーズをね、うん、ハワイで見てきた、ね。見てきた。どうでした？カラーズ、ね、評判の。最初から先に言っちゃうとね、うん、まあ旧大点かなっていう感じなの。期待して行っちゃったからね。ああそうかそうか。うん、でねストーリーがやっぱりあのカンちゃんが言ってたように舞台がロサンゼルスで、うん、カラーズ要するにギャングスターズたちがもう手を続けられなくなって。うんその何だ放送が激化する中、ショーン・ペンやっぱりショーン・ペンがあの警官役で、うん、それを取り締まる役 で、うんでね結構年食ったねおじさん刑事とねコンビ組んでるんだけど、うん、全然考え方が違うの、うん、でショーン・ペンの方は割と結構暴力的 で、うん、でそのロー刑事の方は結構いやそんなことはないみたいな感じでやってる、ね、まあそんなに吸ったもんでありながら、放送がね激化していくんだけど、うん最後にそのロー刑事が死んじゃうっていうオチなんですけどもじゃあ普通のさ警官映画みたいなもんなのストーリーは普通だねそうでねでも最初は考え方が違ったんだけど最後そのロー刑事が死んじゃう時までにションペンがだんだんそのおっちゃん刑事の考え方に自分も知らないうちになんかこうそっちの考え方にいっちゃうみたいな保守化していくんだそうそうでもさデニス・ホッパーがやった時はそのなんていうのいわゆるその問題になったのは割とそのカラードの、有色人種たち の、 あのスラッシャーみたいなやつとかをガンガン殴るっていうシーンがね、うんうん、殴られるねあいつらがアリラ着てるやつとかそれをね期待していったんだけどね、うん、あんまりない確かにそういうシーンはねすごくてねうわすごいなっていううんすごいなっていう場面あるんだけど、うん、少ないのそういう場面があそうなんだ、うん、だからそこの辺がねちょっとね期待してた期待外れだなっていうのがあったああそうなんだカットされてたのかもしれないよねでもねまあ BGM があるでしょ BGM はかっこよかったそう BGM はねすごいかっこよかったそれでねハワイのね映画館はねすごい音がいいのステレオ聴いてるみたいないいねうんねただね白人ばっかりでね、うん、黒人が 2,3 人しかいなくてね、うん、ショーン・ペンがね黒人のケツとかこつくんだけどね、うん、そうするとね白人がわーって騒ぐのあーよくないねーないよねもうすごいねじゃあ状況は悪いね見た状況がねそう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 それは黒人はほんと 2,3 人でねしかもその黒人がね白人の女の子連れてるのなんだ状況なんかよくわかんない状況の中で見てきてしまいましたねそれはね逆の立場で見ちゃったね逆の立場っていうかさ、うん、そうみんなが怒って見てるところで見るんじゃなくてそうそうそうやれやれっつってとこで見てしまったそうそうそう違う燃え方しちゃったねでもねデッツも要するに黄色人種だからそうそうそうカラードとしてカラード、ね、見ながらどう思いましたそんなにカラードという意識がなく見てしまったそう、そうアングロサクソンそれとねほらカンちゃんヒロシと違ってね英語は分かんないからね、うん、その分そうしてねちょっとよく分かんなかったっていう部分があるからもう一回ねやっぱり日本でやってもらってぜひ見に行きたいそう絶対このカラーズは日本でやってほしいですね早、ね、いとこほんとワーナーさんお願いしますよこれは、はいということで、今日はですね前略おふくろ様なんかのですね名テレビドラマがですねビデオ化されるという情報ともう一つは、噂のカラーズを見てきた、ハワイで見てきた謎の男デッツを呼んでお送りしていました拍手してどうするか来月4日から6日まで東京新宿の早稲田大学理工学部で
火の玉国際シンポジウムが開かれます。シンポジウムでは火の玉とは何かについての理論的な討論を各国の代表と行うそうですが、そんなこととは全く関係なしにナウゲリラまだまだ続きます。選曲はラジオ界一と化け物たちにも言われているナウゲリラ。今聴いているのはラリー・ヤングスクエア、ターン・オフ・ザ・ライツ。明かりを消してお聴きください。そして次はこの曲、 DJ ジャジー・ジェファン・フレッシュ・プリンス、ナイトメア・オン・マイ・ストリート。ストリートの悪夢、寝ちゃダメ。To tell about this guy, you all know me and we're scared as hell. He comes to me at night after I call into bed. He's burnt up like a weenie and his name is Fred. He wears the same hat and sweater every single day. And even if it's hot,
always shows up when I'm asleep. I can't believe that there's a nightmare on my street. If I remember it right, and we had just gotten back off tour last night. So the gang and I thought that it would be groovy if we summon up the posse and dumb rush the movies. I got Angie, Jeff got Tina, Reddy Rock got some girl I've never seen in my life. That was alright though, cause the lady was chill. Then we dipped to the theater, set to Ill, buggin', Cole having a ball. And something about Elm Street was the movie we saw. The way it started was decent, you know, nothing real fancy about this homeboy named Fred and this girl named Nancy. But word, when it was over, I said, yo, that was death. And everything seemed all right when we left. But when I got home and laid down to sleep, that began the nightmare on my street. Soaked with sweat, and man, I was bugging. I checked the clock, it had stopped at 12:30. It had melted, it was so darn hot, and I was thirsty. I wanted something cool to quench my thirst. I thought to myself, yo, this heat is the worst. But when I got downstairs, I noticed something was wrong. I was home all alone, but the TV was on. I thought nothing of it as I grabbed the remote. I pushed the power button, and then I almost choked when I heard this awful voice coming from behind. It said, you got to take it now, and now you must die. Man, I ain't even wait to see who it was. Broke outside in my drawers and screamed so long, cuz got halfway up the block, I calmed down and stopped screaming, then thought, oh, I get it, I must be dreaming. I strolled back home with a grin on my grill. I figured since this is a dream, I might as well get ill. I walked in the house, the big bad Fresh Prince, but Freddy killed all that noise real quick. He grabbed me by my neck and said, here's what we'll do. We got a lot of work here, me and you. The souls of your friends, you and I will claim. You've got the body and I got the brain. さて今日3つ目の要チェック情報のブロックなんですが、こちらはもうこの曲でお分かりでしょうか。ザイオン中村先生にお越しいただいております。とりあえずですね、情報の、概略を言いますと、先日あの読売&イーストで開かれる恒例のジャパンスプラッシュのメンツをお知らせいたしましたが、今日はその本家の方ですね、ジャメイカのですね88サンスプラッシュの情報をいち早く紹介いたします。今年は11回目にあたりまして、8月16日から20日までの延べ5日間、昨年に引き続きモンティゴベイのボンマーリーパフォーミングセンターで行われると、こういうことなんでございますけどね、ザイオン先生。ラインナップというと、ラインナップはもう全部出ると言ってもいいんだけど、もうほとんど、ね、レゲエ野郎全部出る。そうだから、グレゴリー・アイザックス、フレディ・マクレガー、バーニング・スピア、うん、マイティ・ダイヤモンド、うん、スライ・アンド・ロビン、うん、ハーフ・パイント、うん、ムタバルカ。ムタバルカってどういう人？ムタバルカって詩人。ああ、じゃあ割と読むタイプ、うん、ですごいレコードいいんだけど、去年も出てたんだけど、うん、ステージが終わった後に自分の顔のついた T シャツを売ってたっていう、情けないかなっていう、うん、ムタバルカ、ただの商売人。そう、だけどそういうのが見れるのがやっぱり本場の面白さ、雰囲気、うん、で、あとはリズムキングスっていうのは、うん、いわゆるあのラッパーのバックをやる、そういうダンスホールスタイルのバンド、はい、あとジェネラルツリー、うん、サジタリアスバンドっていうのも、そう、それの一番あの MC 関係のバックをやる人なんだけど、これはすごく注目していいと思う。あ、本当。うん、うん、あとデニス・ブラウン、ピンチャーズ、レッド・ドラゴン、リロイ・スマート、うん、ルーティナント・スティッチ、アドミラル・ベイ、これは2つとも日本に来ますよね。あ、アドミラル・ベイリーも来ますよね、今年日本に。でタイガー、ピーター・メトロ、イエローマン、キャロライン・デイビス、バーリントン・リーバイ、はい、サード・ワールド、チャリス、うん、この辺がもう決定してるんだけども、うん、全部出るでしょ。まあ、もっと他の奴らも続々と出ると、うん、抜けてる人いましたかっていうぐらいみんな言いますよね。そうだね、うん、それでなんか長谷さんにさっき聞いたらですね、もうすでに、ジャメイカのホテルがいっぱいになっているという。そう、僕も今年も行きたいなと思って。去年行ったんだよね、うんうん、2日前に
旅行者に問い合わせたんだけど、もう3月ぐらいからもうその周辺は全部いっぱいだと。ああ、主要なホテルはいっぱい。そう、だから車で 40、50 分かかるとこしか行かないっていう感じだから、もう結構大変だ。すっごい人気なんですね。もう世界中から集まってくるし、結局一番今音楽のフェスティバルでは世界で一番でかいんじゃない。ああ、そうか、結局そのぐらいになっちゃってんだ。そう、だから最低でも3万人、5万人が毎日集まってくるよ。5日間毎日集まってくるわけでしょ。上の他はだからロンドンのなんだっけ、半角のフェスティバル、CND、うん、あれを除けばこれがトップだ。トップで、ホテルっていうのは大体まあいっぱいなのかもしれないけど、どの辺のホテル泊まるといいの。一番いいのはシービューホテルっていうのが、うん、この会場のすぐそばにあるホテルなんだけど、うん、そこはもうすごく海も綺麗だし、うん、バードウォッチングバーみたいなのがパンポンと立ってて、すごいおしゃれなんだけども、ここは出演者が結構泊まっちゃうもんだから、うん、もうこれは絶対無理でしょ。ああ、そう、そこに出演者が泊まるんだ。結構、去年なんかもかなりそこにいたし、うんうん、食い物とか何がうまいの。食い物はやっぱりディゴベイのあたりは、やっぱりカレーね。カレー、うん、どういうタイプのカレー。羊がこう、なんつうんだろう、残酷焼きみたいな、残酷焼き焼いたみたいな骨がいっぱいあるようなのが、ね、でもそれはもうヘビーな、なんつうんだろう、冷凍とかそういうもんじゃないからね、うんうんうん、だからもう厨房に皮剥いた麺が出てるぐらいの世界だから、うん、これは味はもう味がすごい、うまい、マトンカレーだ。そうだね。それからまあもちろん果物的なものはもう何でもうまいと思う。全部南国にあるものは全て。変わったものとかあるの、つまり東南アジアのマンゴスチンみたいなタイプのさ。だからパッションフルーツみたいなもんね。やっぱりパパイヤ、マンゴー、うん、スイカもうまいしね、うん、でもスイカなんかもやっぱり全然形違うし、うん、かなりいいんじゃないかなという。あ、ほんと、うん、突然静かになっちゃいましたけど ね、びっくりしましたね、私たちね。まずい話を聞かれてんじゃないかって、別にまずい話一つもしてないのに思いましたね、私たちね。それからあの観光で行くとしたらこの辺おすすめというのはモンティゴベイの近くはどんなビーチが。モンティゴベイは結局みんな、なんて言うんだろう、お金払って結構区切られてて、あの公営のプールみたいな感じで、あ、プライベートビーチが多いんだ。うん、だからいいホテルに泊まるしかないっていうあれなんだけども、うん、車で2時間ぐらい行ったところにネグリルっていう、あ、ネグリル、うん、そこは夕日が落ちるビーチで、あ、そこが夕日ポイントね。すごいいいとこで、でおすすめはロックハウスっていうホテル。あ、本当。岩の上にコテージが建ってるんだけども、うん、すごくいいロマンチック。じゃあ今から行く人はちょっと遠くになっちゃうかもしれない、モンティゴベイから。でも、うん、そこのネグリルとその夕日を見て、で、好きな日だけサスプラッシュ見に行くという。なるほど、というのが渋いスプラッシュの楽しみ方と。そうですということで、ザイオン中村のサンスプラッシュ情報でした。おーいえー。Time is it? It's time to what? It's time to what? Right, I got to tell you this, because I know what time it is, suckers. It's time to now get it. It's time to now get it. Hear them say, boy.歩いていた、遠くから近づいてきた人がまふわふわと浮いてるまま、うらめしそうに風が鳴った。俺は鳥肌立ったまま立ち尽くす。そいつは言った。俺は口が聞けなかった。そいつは言った。俺の足はすくんでる。白い人玉、白い人玉、俺の顔を人なでしてる。白い人玉、海辺で膨らんだコンドーム。 Now get it, now get it, boys. Now get it, now get it, boys. It's time to know, it's time to know, it's time to know. Bust it, you must check it. Keep it up, you must dig it.流行りと知ったりはさておき、 Stupid, fresh, ビートでロック。 Come on,
大好きなナウゲリプス前田も伊藤もバックオプションザイオン中村キキンなライブヒロシなリバゴナメイキューフライもう一つおまけにデッツゲットビジマックザフェイコインナプレイストゥビー裏にヒョンアブラスマッシュ赤ナベそしてこなぎじじナウゲリナウゲリポーズナウゲリナウゲリポーズYo, Maymay, what's going on? Ain't nothing going on. Look like everything's rolling on the ill New release check. Check it out. Can't get no satisfaction, huh? Word. Satisfaction. Kick to the store to get my money back. Return the tape, cause it was whack. Sales lady, take a look and listen. The Def Jam I bought, it's really trippin'. さて、今日のマックの成功ニューリリースチェック、いつものように高木カンをですね、迎えまして、お送りしてます。まず1曲目をちょっとカンちゃん、紹介してください。いつもながらのラップモンで、ラップモンの新モンなんですが、名前がメイメイアリというギャルラッパーでですね、曲体はサティスファクション、メイメイアリというこの名前で誰かなとか思っちゃうでしょ、メイメイアリだから、メイメイアリ、そんなのアリって感じでしょ、うん、羊かなって思っちゃうね、メイメイだね、これで一体誰なんでしょう、アリアリじゃないよ、誰なんだって聞いてんのよ、俺は娘なんですよ、モハメドアリの、わ知ってるね、いやー、モハメドアリの娘そうなんですがラッパーになってる、なってるすごいでもこれやっぱりアリみたいにあの宗教を説いてるのかな、どうかなね、クレイじゃないしね、多少クレイじゃないもん、でも まあアリもよく喋る男だったけど、あとはほらだってラッパーの元祖とかよく言われてる、そうだよね、アフリカバンバータが作ったそのビデオの中にはモハメドアリこそがラッパーの元祖だったってね、で出てくるじゃないの、出てくるリズム乗ってんだよね、アリのバリ、まあね、表現っていうのは、うん、こういうもの出してんだ、娘がね、だアリの親父のアリもやっぱりよしよしとか思ってるのかな、あそうなんじゃない、よくよしよしってそんな抽象的なことは俺はよく分かんないけどさ、じゃあちょっと聞いてみようか、サティスファクションです、サティスファクション、メイミア、was a freeway dream out of nowhere came a flashing light looked at the rear view the law was on me tight then he pulled me over with a nasty tone clock you at 80 in the 50 zone he knew I was only doing 55 just mess with me because my wife was live he was faking さて、2曲目、でございますけれども俺がね好きなんだ俺ビッグダディケーン、ロングリブザケイン、長生きケイン、長生きケイン、ちょっと聞いてみましょう、見たいと見てみましょう、I always seem to come off hard for you somehow I mean me being whack, oh come, come now That's quite ridiculous, to just admit you was thrilled Cause on your face it is conspicuous Not that you're on this, but my performance is rather exquisite So what is it for supremacy? That's the perfect definition But rappers keep wishing to be in my position No good and damn well they ain't no competition I gotta give it to you kid, that's ambition For you to perpetrate the role of me the big daddy The big father, nah don't even bother Cause that would mean you would have to teach each And every one idiotic son trying to make it You can't fake it The rhymes out of sight are fully dressed And yours are butt naked Your speech is weak while mine stands strong ビッグダディケーンをちょっと説明してほしいんですけど、これはね、フリオプロデューサーというかカラビの4曲のね、このプロデューサーの曲が使われたというマリーマール、はい、ドッグプロデューサーのマリーマールが手掛けた、ビッグダディケーンというラッパーの、初アルバムなんですけれども、うん、初アルバムの中のエリピタイトルの曲でロングリブケーンって曲なんだけれども、そのビッグダディケーンという人は割と詩の才能があるってことで有名な人で、ビズマーキーだとか、はいはい、その他いろいろマリマル系のラッパーたちにいろいろ詩を提供している作詞家でもある、そちらで有名だった人、不良ラッパー界の秋元コーツってもいいですかね、そうかね、はい、長生きケイン、長生きケイン、じゃあこの人はあれかな、やっぱ黒人界の高井真美子と結婚しちゃったりするのかな、どうかな、どうかな、じゃあそういうもんかもね、じゃあマリマルは何、マリマルは一応何でしょうね、後藤継俊みたいなもん、後藤継俊っていうかフジテレビのプロデューサーみたいなもんでしょう、ちょっとビッグダディケーンは注目株ですね、これチェック度 A 級だね、これは A 級、これね、あんね、なんかしないけど、アメ版がね、入ってこなくて、ドイツ版なんだよね、なんかしないけど、ドイツ版なんだ、これ、アメ版が全然まだ入ってこない、あ、本当、変だね、なんでなんだろう、ということで、2曲目のビッグダディケーン、これはチェック度 A 級です、これは LP 丸ごと全部押すんだ、チェギラー。
さて3曲目はヘビーズで Got to Give。Do what you wanna do. If you'll say you'll wait till later, then it's really up to you.っていうのはどういうバンドなの？これは、ね、あの今日持ってきたのはプレリリースの7インチなんですけど、これもクールテンポっていうレベルからイギリスのレベルから出るんだけど、これはいわゆるレアグルーヴを演奏するイギリスの新人バンドで、あレアグルーヴをそのまま自分たちで演奏するタイプの前もかけたでしょ、ダイアナ・ブラウンとか、あれの似たタイプなんだけど、このガッツ・ギブって曲は自分たちのオリジナルみたいなんだけど、だからそういった最近ロンドン多いらしいんだわ、そういうダイアナ・ブラウンに始まってこう、ヘビーズとか昔っぽい音をそのまま再現して演奏するやつら、うん、これなんかそうじゃない、プッシュとかね、なんかいくつかバンドがいろいろ出てきてて、その中の一個のヘビーズ、なんかブランニューヘビーズとかいうらしいんだよな、ちゃんとした名前が、よくわかんない、これなんかプレリリースでね、セブンイチが、手に入ったんで、っていうことはさ、ひょっとしたら今はレアグルーヴレアグルーヴって言ってるけど、こういうふうに再現してるうちにオリジナルができちゃったら昔っぽいものじゃなくてまたちゃんと演奏する流行りみたいになってきちゃうかもしれないね、この手の音楽が、でも俺は思うんだけど決してあれだと思うね、昔の人がなんていうのやるっていう感覚よりもやっぱり若い子がそういった感覚を持ってやる方が面白いんですよ、そうだよね、それはほらヒップホップも言えることなんだけどさ、なんかこうあるじゃない、だから例えばなんて分かりやすくないかな、 GS 番組でさ、昔の GS 歌手が出てきてさ、なんかテレビで歌ってても、歌ってるよりもファントムギフトとかが出てきてやった方が面白いみたいな、面白いみたいな、ね、そういう感覚に近いと思う、そうするとなんか焼き直しじゃない面白さが出てくるかもしれないよね、新しい解釈が入ってくる、そうだよね、結構気持ちいいねこれ、結構ねツボを押さえた、ツボを押さえてるね、分かってながら、これも僕は個人的にちょっとチェック度 A 級のコンコンが気持ちいいです、ヘビーズの Got to Give、そして、続いては4曲目はこちらです、オハイオプレイザーズで Just to show my love。プレイヤーズと言ってですね、みんなすごい驚いたね、ニューリリースチェックでなぜかオハイオプレイヤーズの新譜なんです、 LP タイトルバックって言うんですよバックカムバックしたという感じですかね、でなんかこういったバラードが4曲ぐらい LP の中入ってて、なかなかクワイエットストームしてるとヒロシは言ってますけど、あだヒロシはオハイオプレイヤーズ好きなんだよね、もともとセックスピストルズとオハイオプレイヤーズ変わってんだよさ、変わってるよね、ボブマーリーとジョン・デンバーが好きだった俺とはあんま変わんないと思う、近いねそれはね、近いでしょそのオハイオプレイヤーズの新譜ですから早速買ってましたけどね、あ早速チェックして、じゃあこれは、ヒロシ個人的チェック度ご推薦、ご推薦というですね、はい、じゃあ LP の中にバラード4曲も入ったの、まあ、大体なんかこういう気持ちいい感じで、いいな、確かにじゃあクワイエットストームっぽい作りをしようと意識したんだろうね、まあもともとこういうのはうまい人たちだけどね、うん、大人のもんですね、大人のもんですね、じゃあちょっとこの大人のオハイオプレイヤーズ Just to show my love ですね、ニューリリースチェック終わってみたいと思います、皆さん気持ちよくなりましょう、 Check it out。 I will gladly do if inside you tears me down I'll hide it underneathJust to show my love. Just to show my love. I said it.東京ラジカルミステリーナイト Now ゲリラチェギラー。最後にお送りするこの曲はジャッ
キー・ミッドで What's Going On のカバーのくせにタイトルが違う Get Organナイトナウゲリラでございますけれども、そろそろ皆さんとお別れということですが、この間はですね募集したんですけど、なんか欲しいもんないかということですね、ストレートに聞きましたところ、まあ企画力ないですね当番組、人に頼ってしまうという、いろいろ来ましてですね、デジタル通信方式という本が欲しい、卒研に役立つから武蔵野鈴木何を考えてるでしょう、それから埼玉の増野はですね、マクザ成功の今かけてるメガネって、俺メガネなくなったらですねヤスシみたいにおい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 って歩かなきゃなんないですから、あとは東京都の武蔵野市の北林は鳩時計が欲しいよーんっていうのがありまして、2枚目は鳩時計が欲しいドーンって書いてありますけど何の意味があるんでしょう、これをですねまたまた募集しますんで、なんか欲しいものをどんどん書いてほしいと、102-80FM 東京でつきますから、すごいですね、住所書かなくてもついてしまうという FM 東京、東京ラジカルミステリーナイトナウゲリラ係、なんかくれ係までですねどしどしと募集してほしいと思います、ということで、来週もすごい情報とすごい音楽でお送りしたいと思います。ナウゲリラ、それではまた来週。